はい、皆様こんばんは、カズチューブです。エキストラバージョンです。と言いますのも、僕にも一足先に宮崎に入りましたディレクターから、先ほどリポートがありまして、今日宮崎に入った、オリックスの選手、森友哉選手のコメントが取れましたので、ということで、伝えてもらいましたので、僕が代わって皆様に、しっかりお伝えしたいと思います。まず初めてのオリックスでのキャンプということなんだけども、まずはやっぱりこの、移籍1年目というところなんでね、チームに、とにかく馴染んでいきたいということで、まあオリックスではもう1年目なんでね、まあそこはただ張り切りすぎて怪我をしてはいけないのでというところで、まあとにかくまずは、チームに馴染むことが第一というところでしたね。で、ブルペンに関して言うと、やっぱりこう、できるだけ多くのピッチャーの、ボールを受けたいという、キャッチャーとしてのこのコメントもありまして。で、実際ライオンズ時代というのも、やっぱりこう、毎日ブルペンには入っていたそうですね。で、多くのボール投げていたんだけども、まあ、今回初めてのチームということもあって、まあ、できるだけ早い、段階からもうどんどんボール受けていきたいというところ。まあ、特にWBC 組の3人のピッチャーね、山本、宮城、宇田川に関しては、その、前半いるうちにね、しっかりボール受けておきたいという話で、まあ、多くのボールを受けて、で、その多くのピッチャーとコミュニケーションをしっかり取りたいという話をしていました。で、打つ方に関して言うと、まあ、今まで通りという感じで、で、やっぱりこの西武時代からも、実際このキャッチャーの仕事と、あと打つ方の割合で言うと、やっぱりこうキャッチャーとしての練習の方が多かったそうです。で、まあ、そこはもう今年もスタンス変わらないんだけども、特に初めてのチームということもあってコミュニケーションを大切にしたいという話をしてくれました。で、打つ方に関して言うと、まあ、特に変えることはないんだけども、今まで通り、しっかりこう自主トレで打ち込んできたし振り込んできたしというところ、まあ、そこは継続させていきたいという話をしておりました。で、オリックスというチームに関して言うとね、もう、若い選手たちも声かけてくれたりして、非常にこう、フレンドリーという、イメージはあるということを話してくれました。で、先日数人の選手と食事会が、あって、まあ、そこにも参加したんだけれども、あれは、ラオウさんと福田さんが声をかけてくれて、行ってきましたと。で、徐々にではありますが、チームに馴染みつつありますということを、語ってくれました。やっぱりでもちょっと緊張してると、まあ、第一声がね、やはり緊張感はありますという言葉だったようですね。はい。で、明日はパレードがあるんだけども、パレードにも出られますよねという質問に対しては、いや、どんな顔して僕はパレードに出たらいいんだろうという言葉が返ってきて、記者の方が、いや、まあそこはね、去年も頑張ったし今年も頑張ってねという意味合いもあるんでというふうに話をすると、いや、でもそれでも去年の優勝というのがあってのパレードなんで、どんな顔して僕が出たらいいんだろうなっていう、まあ、率直な、この言葉をね、返してくれましたけど、まあ明日になって考えますみたいなことも、言っていたそうです。まあ、でも本当にコミュニケーションをとにかくしっかり取っていってというところがね、大切なようなんで、そこをまずは第一にというところで、チームに馴染むというところが、まあ、第一というところですね。まあ、そんな感じで、まあ、いろんな選手が、例えば聞いてきたりしたら、そこは自分の感じてる部分のところでね、アドバイスをしていきたいという話もしていますし、まあ、そんなことで、森選手にとっても緊張感のある、キャンプが間もなく始まろうというところ、今日は宮崎で行われました、共同会見と、あと記者の囲みの取材があったので、それをちょっとまとめて総合して、お伝えしました。現地に行っている樋口ディレクターからのリポートを、大前が代わりにお伝えしました。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。じゃあまた。